前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。北海道179市町村紹介動画シリーズ、その根室地方編の第4弾でございます。第4弾は羅臼町をお届けしてまいります。まあ、羅臼町どこかと言いますと、はい、知床半島っていうのがあります。知床半島、まあ、どういうものかと言いますと、はい、まあ、こういう尖ったところですよね。はい、これ実はですね、知床半島大きく分けてですね、ここに、まあ、峠みたいなのがあります。まあ、山なんですよね、ずっとあるのが結構高い山ですと。まあ、だからですね、こちら側が斜里町というもの、斜めの里と書いて斜里町というのと、あとこちら羅臼町というのでですね、知床半島2つに分かれてるんですよね。でもっと言うと、この2つですね、どっちもまああの知床がで食ってるみたいなところもあるので、まあやっぱ自分のところを高めていきたいみたいな、そういった思いがちょっとライバル的な場所ですね。だから斜里町は隣は同士なんですけど、こっちがオホーツク管内という網走とか北見とかと一緒の方で、羅臼町の方が根室管内、つまり根室市とかと同じグループに入るというところです。で、羅臼町、この知床半島、世界自然遺産の知床、まあ、そういったところを領するというですね、非常に自然豊かな場所ですね。で、ここ海沿いでございますので、漁業もかなり有名な場所です。特にですね、昆布とか羅臼昆布という言い方をしますけど、昆布生産とかも行ってますし、スケトウダラとか鮭とか、そういったところの漁業も盛んな場所ですね。で、多くの人がですね、イメージする観光の知床というのは結構斜里の方に中心ですよね。だから知床五湖とかも、はい、まあ、知床の湖とか、そういったところもこの辺にあるので、要はどちらかと斜里町の方にあったりもしますと。ただこの羅臼町、実はつながっていまして、ここら辺でですね、はい、知床横断道路というのが通ってます。知床横断道路、これ標高ですね、大体738メーター、結構高いところを通っていくんですね。ただこれ山の上の方なので、雪が降ると閉ざされてしまうという、そういったところです、知床横断道路。だから大体ゴールデンウィークの前の時期、大体ですね4月下旬からようやく開通して、まあ雪が降り始める10月中ぐらいにはもう通れなくなっちゃうというところです。だからですね、ギリギリのタイミングでですね、シャリから羅臼が回って根室に行きたいわとか、あるいは羅臼方面からオホーツク網走に行きたいわっていう場合は、ここの道使えない可能性ありますよね。だからちょっと遠回りして行かなきゃいけない可能性もあるので、ちょっとそのあたりは考えておいていただければと思います。で、羅臼町、有名なのはですね、この羅臼温泉という温泉もあります。特にですね、この峠を降りてきたところあたりでですね、羅臼温泉の熊の湯という温泉があります。まあ、結構野党感あふれるところですね。道路を走ってて急に出てきて温泉があって、なんかいっぱい車が止まっているなと、まあ、そういった温泉の場所がありますし、北の国からお好きな方ですと、せせき温泉というのもあります。まあ、海沿いにあるんです。まあ、何かというと、海沿いにある温泉で、干潮満潮、つまり、はい、海の潮が上がるか、下がるか、はい、その下がった時にしか現れない温泉があるんですね。だから場合によってはですね、取り残されたカニとかが温泉で茹でられちゃったりするみたいな、そういったかわいそうなこともある場所なんですけれど、そういう海沿いのせせき温泉というのも、まああります。羅臼町でかなり有名ですね。まあ、せせき温泉の場合、これ管理人さんがいるんで、管理人さんに一声かけてから入るのがルールだとされています。はい、野党でワイルドなところというのでいいですね。で、私、羅臼町に昔住んでた友人がいますが、非常に面白い話をしてました。僕、羅臼にいた時は、はい、一次元で生きてたんだよ、みたいな。はい。どういうことかわかりますかね？一次元って何か？はい。今我々が生きてるのは立体、三次元ですよね。三次元ってどういうことかというと、はい。我々の日常生活というのは基本は三次元ですよね。だから立体ですが、その前っていうのは何かというと、X 軸と Y 軸で表せる、二次元ですね。はい。だからこそ、ここからここまで行きますよとか。はい、そういうことをグラフでやっている。それで2次元ですよね。羅臼町に行った時は俺1次元に生きてたんだっていう話をしてたんです。まあ、これ何かというとですね、非常に面白いなですね。羅臼町って基本道1本なんですよね。まあ、確かに私も行ってみて分かりました。ここから基本全部1本で行けるんです。まあ、たまにですね、集落とかに入ってくると斜めの線とか入ってくるんですけど、基本は1本なんです。だからですね、例えばここに彼の家があるとして、自分の家があるとして、はい、こっちに行くと、はい、札幌方面もそうだし、根室も行けるし、またですね、東京とか新千歳空港行く場合もこっちですよと。で、こっちに行ったらなんか別の場所に行くよという形で、道一本なんで、あっちに行くかこっちに行くかの世界なんですよねと。で、こっちの先には要は札幌も根室も東京も全部あるよと。で、こっちに行くと、例えば斜里に行けるとか。っていうところで、一次元なんですって。非常に不思議な場所なんですよねと。
まあでもこれ田舎の方行ったら大体そうです。道一本しかないよと。で、北海道の場合、特にこの羅臼の方とかシャリの方、どっちもそうなんですけど、結構狭いんですよね。狭いところに無理やり人が住んでるような感じだったりするので、道が一本しかないと。で、なんかその道沿いにみんなが住んでるんで、道が一本で一次元で成立すると。あ、こういう世界観があるんだなっていうのは非常に面白いなっていうふうに思いました。まあ、羅臼町私も行った時は結構ですね、ここ、まあ自然豊かで面白い場所でしたね。行ったのは道の駅です。道の駅知床羅臼というところがあります。まあ、ここは羅臼昆布をはじめとしてそこで採れている漁業生産物とかも販売していますけども、ここもですね、まあ展望台みたいなところがあります。そこから見えるのが何が見えるかというと、はい、国後島が見えますね。国後島が見えますと。で、これはずっとですね、羅臼町入るとずっと見えるんです。だから あそこに昔というか、人間が住んでいると日本人が住んでいたけど追い出されたんだっていうのはやっぱりリアルに分かってきますよね、だからですね、まあ、北方領土問題、そういったところを考えていく契機としても、まあ、こういう道東観光行ったらいいですよねっていうのは私が常に言っていますが、まあ、羅臼町でもそれを実感したというところですね。はい、まあ、羅臼町漁業の生産漁業の、が中心の場所でございますが、結構ですね、行ってみるとこの自然、この知床横断道路って通るだけでも楽しいんですよね。だからですね、ぜひ、まあ、こういった知床半島行くときはですね、羅臼町も寄っていただいて、また道の駅も寄っていただけるといいですし、瀬関温泉、まあ、これ入るのは結構勇気がいると思いますけれども、タイミングを見たら行っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思っています。また、この羅臼町自体もそうなんですけれども、まあ、根室とか、根室管内ですね、そういったところの、まあ、雄大な北海道らしい自然というのは、やっぱりこういったあたりにあるんじゃないかなっていうふうに思っています。世界遺産の知床、ここはですね、まあ、結構ですね、急峻な、山ってなっています。だから通常の場合はですね、山があった場合、それがなだらかな平野とかを経て、それで、海に行くわけですよね。だから大体の場合はここの川とか急なんですけど、だんだん川が緩やかになって大きな川になって海に流れ注ぐっていう形ですが、知床の場合はですね、山しかないんで、山水が直で海に行くとっていう不思議な場所でございます。これはまあ、シャリのところでもまた言う予定なんですけど、だからこそですね、ちょっと特異的な、はい、気候条件になっていると。だから、まあ、水不足とかにもなりやすい地形ではあると。で、なおかつ、まあ、この特殊な地形なので、まあ、そこの場所にしかいない生物がいたりするんですよね。まあ、おまけにここ寒くて標高も高い場所なので、だから高山植物とか、高山、高いところにいる動物とか、そういったものが恵まれているというのが知床半島の魅力でもございます。だからそういったところをですね、味わっていただく、そういった機会になればいいんじゃないかなというふうに思っています。で、余談ですが、羅臼、通常はですね、この知床半島の先っちょ、知床岬。まあ、まさにですね、はい、おときさんの歌に出てきます、知床の岬にっていうのは、ここのことですよね。で、ここって通常は、はい、車では行けません。道路ここまでしかないんで。なんでかと、世界遺産を守らなきゃいけないと。だから行くためにはですね、シャリの方から出て遊覧船でここ見て帰ってくるみたいな船を使うか、あるいは、下道で歩いていく。まあ、これはですね、ボーイスカウトとか入ると実際に歩いていくっていうツアーがあるそうですが、結構遠いし、結構大変らしいですよね。だから、片手まで行って行けるものじゃないで、しっかりと装備が必要だというふうに言われています。まあ、これも多分みんながそんなに行けるものではないと思うので、多分どっかの許可が必要だと思うんですけれども、ここの岬、やっぱここは手つかずの自然が残っているという、そういったすごい場所でございます。まあぜひですね、遊覧船で行くのが一番楽でいいですよね。歩いてると本当大変だと思います。だからですね、こういった自然と満喫、自然を満喫する、そういった、旅行が道東で待っているんじゃないかなというふうに思っております。さあ、ここまでですね、根室管内の4市町村やってきました。最後残り1個、標津町やったら5市町村コンプリートでございます。早いっすね、根室。だからですね、また明日も楽しみにしていただければと思っております。こういった形の情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいよという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からですね、メルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。